キムナムジュは大韓民国の歌手、女優。女性グループ A ピンクのリードボーカル、リードダンサー担当である。身長165センチメートル。ソウル公演芸術高等学校卒業後、聖金館大学公演技芸術学科に進学。A ピンクの中でも特に明るいキャラクターで元気な子供、A ピンクのビタミン的存在と呼ばれている。 もともと、子役として活動していたため、メンバーの中でも一番芸歴が長い。女性アイドルの中でもよく食べることで知られ、YouTube チャンネル、ナムジュ三食ご飯を開設している。1995年、ソウル市に一人っ子として生まれる。舞台、ロミオとジュリエット幼い頃からダンスを習い、A ピンクとしてデビューする前から、子役として CM などに出演。 中学2年の時にオーディションを受け練習生となり、2011年4月、A ピンクのメンバーとしてデビューする。2013年1月3日、同じ事務所のビーストチャン・ヒョンスン、同じく A ピンクのメンバーであるチョン・ウンジと共に、プロジェクト A、A キューブ・フォー・シーズンで、デジタルシングル曲、1年前にをリリース。2014年、A ピンクのメンバーユン・ボミと、エペンク b n を結成し、 勇敢な兄弟のデビュー10周年、記念プロジェクトアルバムに参加した。2015年6月2日、A-Cube for Season 2015でビートビーのユクソンジェとデュエットし、写真をリリース。同年、ウェブドラマ、捜査官アリスの主演に抜擢され、翌2016年には、捜査官アリスにも制作された。2017年9月、ウェブドラマ、悪道探偵 S に主演し、 体育大出身の正義派女刑事、奥人行役を演じた。同年、舞台、ロミオとジュリエットで演劇に初挑戦し、主人公のジュリエット役を演じた。2018年、悪道探偵 S シーズン2に出演。2020年9月7日、ファーストシングル、バードでアられそうよから、楽曲提供を受け、ソロデビューを果たす。ありがとうございます。